チャンネルタクジーの時間です。世間ではコロナウイルスが蝕んでたり、いろいろドヨンとしている世の中ですが、今日は幸せをばらまきにやってきました。そう、ここは大阪のシェルトン結婚式サプライズに呼んでいただきました。今日はですね、旦那さんから、新婦さんにサプライズということで、なんと手紙を本日はお忙しい中ありがとうございます。最高の結婚式にするため、嫁さんの大好きなタクジーさんを呼ばせていただきました。もしお時間があれば終わってから挨拶したいので、よければ残っていただけたら嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。佐藤亮太、亮太くん、ありがとうございます。いつも支えてくれて本当にありがとうございます。今から二人にとって最高な、一生涯一度の最高な日に、タクジーが花を添えに行きたいと思います。新婦さん、今までタクジーをサポートしてくれてありがとうございます。待っといてください。今からサプライズショータイム、レディー。亮太くん、今日は呼んでくれてありがとうね。今から亮太くんの一生涯一度の結婚式にサプライズさせていただきます。精一杯ライブするんで待っててね。サプライズをしたいと思います。この結婚式が決まってから、ずっとなんか大きいサプライズがしたいなと考えてて、でお姉さんにお願いして、で今日その方に来てもらってます。その方はですね、今映像で流れてた音楽の、歌手の方で、まあがよく車で聞いてるのを僕は聞いて、あ、FDA が好きなんやなと思って、その人を呼ばせてもらいました。はい、それで会場にいる皆さんも、ぜひ一緒に盛り上がってくれたらなと思います。それではお願いします。You're not my kind of guy.
というか仲間と、そしてご家族の方に守られながら来たりは僕から旅立つんですね。もう一回お二人で一回拍手お願いします。こんなサプライズ大好きの旦那さん、亮太君が好きって人は全員手を挙げてみしてください。そして何人ありがとうね、6人ってことだよね。すごいね、それ育ててくれたお母さんお父さんに感謝に、そしておじいちゃんおばあちゃんにも感謝をして今日育っていく2人、皆さん最高に温かい気持ちで見守ってあげてください。そしてこれからの2人をずっとずっと支えてあげてください、応援してあげてください。世間ではコロナウイルスが流行って土がなくなってます。僕もイベントたくさんなくなってます。だけどこうやって結婚式もディズニーランドもさ、 USJ もさ、3月15日まで閉めたりとかさ、いろいろこんななってる中で結婚式を開催できてること自体当たり前じゃなくてすごい幸せなことやし素晴らしいことだと思います。この今日この瞬間にまず皆さんもう一回でっかい温かな拍手を送ってくれませんか。この式は当たり前じゃないし、これからの2人にとっても当たり前じゃないこの生活をかみしめて2人で最高な人生を送ってほしい。そしてせっかく時間を10分間いただいたんで、あと1曲ばかし歌わせてもらってもよろしいでしょうか。ご用意の皆さん本当におめでとうございます。僕の名前は格付いています。このレゲエという音楽で出会って、それでこの最高の舞台に呼んでいただいて、自分にとっても今日は幸せの伝染、幸せの喜びも人に伝染するもんやから、自分から今日だけのオリジナルソングを2人に届けさせてください。それでは PA さん、リハーサルからありがとうございます。ライフタイムメモリーに聴いてください。これは2人に捧げます。乾杯。どうのこと、そして最高な仲間に恵まれていることを思い出して二人で支え合って紫の人生生きていてください。ライフタイムメモリー。いつまでも隣には花火の笑顔が愛されるし幸せ感がさないように、今どこか望むならそばにいるかな、今日という日は本当に最高だ。今君を想う恋壊れた夏、時の速さが物語る楽しかった USJ、 帰り道歩く噛み締めた唇、もう少しだけでも学びと一緒にいたかった。会いたくて会いに行くよ、いつもかわいい学びの太陽が頑張るよ、咲いた花は時儚く散るけど二人の想いは変わらない、とはに離さない。ここまで来れました、今君が望むならそばにいるかな、幸せなことばっかりじゃなかった、こういうこともたまにはありました。当たり前だってことが当たり前じゃなくなった、あの時として後悔だけが残った、ささいな喧嘩も今ではなぜか懐かしく思えた、傷つけた何を今日さばくと抱きしめた、すんだ瞳が可愛いところが好きだ、全てに惚れた惹かれるといつもそう思われた、みんなは知ってた、どんなことが起きても二人は離れることができないから、この歌を捧ぐよ Love you。幸せ感覚さないように、今二人が
性になるんだよ。そういつまでも君に読め。